食べ物、酢豚のパイナップル。いや、まあ、いてもいいけどいないでほしいよね、ぶっちゃけね。いない、いるかいないかで選ばれたらいない方を選ぶけどね、俺はね。なんかあのあったかい空間にいないでほしいの、パイナップルに。俺酢豚食った後冷えたパイナップル食うから、俺は。それならピザにパイナップル、うん、頼まん俺。いやだから、違うのよ。だから俺はパイナップルが乗ってるピザを頼むなら、俺はマルゲリータピザが食べたいの。それはでもいいじゃん。それはもう、ピザなんだから。食べません。パインピザも。俺が頼むのはマルゲリータピザです。俺の中でのピザはマルゲリータピザなのよ。俺ない、頼んだことないし、俺実際食べたことないもん。正直なし。でもいや、無理だなって思ってるから食べないだろうけど、食べたことない。俺正直。パイナップルが乗ってるピザって。フルーツ温めると甘み増すの知らないの？もう別に温めなくても甘いからいいです。温めなくても甘いんでいいです。冷たくて甘いんで。いやでも、いやでもやだよ、やっぱ。やっぱね、冷たい。ね、シャキッとしてるし、ほんとに。じゃあ、もうシャキッとしててほしいね、ほんまに。じゃあこれはもう分かった。もうごめんなさい。もう無理だけど。もう違うの、もうシャキッとしててほしいの、俺には。もうシャキッとしててもう冷たくいてほしいの、果物には。フルーツはフルーツなの。だから別にもうフルーツご飯が食べたいわけじゃないの、俺は。フルーツが食べたいの、俺は。もうそれ、フルーツご飯じゃないの、俺が食べたいのは。フルーツなの。デザートで出てきて、君たちは。俺と食べるときは、俺に食べられるときはデザートとして出てきて。